お疲れちゃんです。ラットです。ということで、今回もね、クラッシュロイヤルやっていきたいと思うんですけど、今日はですね、こちらのね、マジラッチャロイフグデッキを、使ってね、やっていきたいと思います。まあ、このデッキね、僕がもうただただ気に入ってるだけではあるんですけどもね、今シーズンはどうなのっていうのをね、はい、やっていきたいなと思います。で、ちなみに、今ね、9勝無敗まで、ずっとね、やってきました。まあ、ちょっとね、思ったことは、ペッカがね、やっぱ増えてるなと思いますね。なんか、エリゴレだったり、トリトンとか、まあそういったカードに、まあネクロですね、とかに、ペッカがね、やっぱ、前シーズンは結構苦しめられてたなっていうので、なんかペッカがすごいね、増えてるイメージがありますね。はい、なんで、まあそのペッカに勝てるロイフグっていうのは結構、ね、いいんじゃないかなと思います。まあでも、ファルチェがね、やっぱ強化されて、そのファルチェがね、辛い。ファルチェバルーンとか、まあ、ファルチェホグとか、そういったファルチェがね、やっぱ辛いのはありますね。なんですけども、まだ当たってないという、まさかの奇跡ですね。よいしょ。だいたいホグですね。まあ、ホグファルチェ説ありますけど、これは、ちょっと飛ばして、ゴブリンとか来たら速攻取って、あ、これ来ましたね。今日ホグファルチェ一回も引いてなかったんですけど、まあまあまあ、引いちゃいましたね、ここに来て。まあ、なんですけども、まあ、ロイフグがね、入ってるのと、まあ、相手が、まあ多分ロケットかクエイクだと思うので、まあしっかりね、攻めマジアッチャをして、ダメージを稼いでいきたいですね。よいしょ。そう、バルキリーも厄介ですね。で、このロイフグだと、やっぱね、ファルチがきついっていうので、ライトニング型のね、待って、めっちゃ惜しい。これめっちゃ惜しい。マジこれめっちゃ惜しい。ライトニング型の、マジアッチャロイフグもね、なんか生まれてたんで、それもちょっと触ってみたんですけど、これ一回ファイボディーな。よいしょ。そう、ライトニング型、ファルチに多分強いっていうので、触ってみたんですけど、これ多分スケが来るんでウッド打ちます。なんかね、ライトニング型だとね、なんか、って感じだったんですよ。なんか、全体的に他のに勝てなくなった印象があって、なんでやっぱファイボのね、この形の方がやっぱ強いんかなっていうのありますね。まあ僕が使い慣れてるっていうのもあるんですけど、なんで今日本当はライトニング型のマジアッチャロイフグ使おうと思ったんですけどね、スパーキーにボコボコにされてね、この形でもスパーキーきついんですけど、なんかね、スパーキーに言うてなんかアイゴレで受けてギャングで処理したりっていう、結構ね、小物多めなんでね、そこが、ちょっと良かったんですけど、あー、これ飛ばさなくてよかったかもな、一回。まあまあまあ。よいしょ、というので、まあやっぱファイボだなっていうのはありますね。これウッドしてダメージできるだけ抑えたいですね。あ、ウッドちょっと早かったかな。多分もうワンテンポね、遅くすればね、ワンチャン完封できるですね。よし、あ、これ攻めマジアッチャしたいけど、まあまあ、落ち着いて。落ち着いて、あのね、攻めるのもやっぱ大事なんですけど、攻め時とね、その、一回守る時っていうのね、まあ引き時っていうのかな、わかんないけど。なんちゃら時みたいになりますけど、攻めれる時は攻めるんですけど、一回守る時はね、守るっていうのがやっぱ大事ですね。マジアッチャとか特に。その、やっぱ攻めようと思えば攻めマジアッチャって何回もできちゃう。からこそ、攻めすぎちゃうっていうのはね、やっぱあると思うんですけど。よいしょ。なんかウッドが微妙に下手。ここのウッドでバルキリー空振るやつおるっていうようなウッド知っちゃいましたけども、まあラストこれ引きこもって勝ちですね。なんか、気づいたら勝ててましたけど、やっぱまあ攻めマジアじゃ大事ですね。これは、よいしょ、こんな感じでおしゃれにやって。おい、危ない。はい、いやマジアちゃやっぱ強いですね。マジアちゃがね、増えてますね、やっぱ。なんか、ファルチェが強化されたっていうので、ファルチェ言ったら、まあ、弱点が、ライトニングと、まあ、あとマスケットとか、まあ、あとは言ったら、そのマジアチャなんですよね。なんで、ファルチェにやっぱ勝てるっていうので、マジアチャかなと思います。ペッカマジアチャだったり、マジアチャ神器がね、増えてますね。はい。で、こちらですね、リンスっていうのさんは、海外のね、プロ選手ですね。クリームイースポーツっていう、ところで、ポンピアとかわかりますかね、とか、そういう人と一緒のチームにいた。トリトンロイジェイとかよく使ってましたね。まあ、今わかんないですけど、ペッカが来たら美味しいんですけど、いい雪玉だけど、一体残っていく。さあ、ダクプリ、なんだこれ。ゴレとか。ロイフがね、ゴレ辛いんですよね、マジで。まあ、でもわかんないですね。なんだろう、ダクプリネクロじゃねえわ、ダクね。ダクプリダクね、ちょっとわかんないです。これちょっと入ってもいいや、一発。え、待って、違う、ネクロがね、じゃなくて、マジアチームの残るプランだったんですけど、出しとけばよかったな。ダクね、ダクプリ
いや、ジャイか。スケってことは多分、ジャイじゃないのかな。ジャイっぽいですけどね。ここでケツジャイがトン。なんだゴレか。ギャンワンちゃんゴレ、ゴレだよね。なんだろうね。全然わかんないですけど。あー、ゴレだなー。これはもう。しかも、ゴボリがあるのがね、なかなか厄介ですね。これはまあ、ミニペで受けたくないな。ミニペで受けた瞬間、ケツゴレ、ジャケーンされて、ちょっと辛くなりそうなので、まあ、アイゴレで受けつつ、まあ、様子見ますね。ダクネダクプリのゴボリってちょっといやらしいですね。これ、ロイフグから使っ、ロイフグ使ってるとね、これはまた辛い。うえぇ、辛い。これは辛い。なんですけども、さあ、ワンチャンマジェンシャ頑張れば残せるかな。まあ、残す意味みたいなのがありますけど。なかなか渋いですね。これまたゴボリで受けられるんで、ミニペうわ、むずこれ。一回飛ばすよねっていう。はーい。まあまあまあね。からの、ちょっとね、勝ちたいですね、これ。相手プロ選手っていうのもありの。まあ、これビビダル来るわ、上に。え、やば。ビビダル来ないんだ。うわ、これ攻めてえけどカウンター受けそうだなマジで。これマジアチャね、何もしないのちょっと嫌なんで、僕攻めますね。もうめっちゃ攻めますよ、僕。マジで、このダメージがないと削れないんですよね、マジ。このマジアチャ、このマジアチャ。あとはミニペッカが、オッケーオッケーオッケー。あ、でも待って、これ終わってくね、これマジで。守れないんですよね。あ、これでもアイゴレで逆サイ釣って、歩くね、いい防衛してますよ、僕。ああ、でも相手も、相手もうめえ。しかも相手もうめえ。ああ、ビビドラがね、やっぱ強いっていうか苦しいですね、このデッキ。うわあ、くそ。くそ負けた。ビビドラ、加工されたのっていう感じですね。結局。いや、これちょっとね、相手のデッキなかなかいいんじゃねっていうのはありましたけど、まぁ、ちょっとね、僕をやりに来てるようなデッキですね。これはね、ちょっと、あ、間違えた、危ない。苦しいですね。まあ、はい、切り替えていきたいなと、思います。で、昨日ね、結局遊んだんですけど、昨日、暑かったじゃないですか。てか、お昼、外出た人、てか、みんな出てるか、めっちゃ日が照ってたんですよね、東京。なんで、いや、これ暑いだろうなと思って、家の窓開けて、ちょっと確認したけど、やっぱ暑いなと思って、LINE のね、ライキさんとか、天狗とも一緒に遊ぶんだったら、今日半袖で行きますよねって、LINE で送ったんですよね。そしたら、天狗とが、天狗とだったかな、行けるんじゃねみたいな。言ってきて、まあ、だよねと思いつつ、半袖で僕家出たら、鬼寒かったんですよ。鬼寒いというか、なんか思ってる以上に、その冷たかった空気が、なんで、これ半袖ダメだと思って、そう、わざわざね、部屋戻って、長袖着て、そう、遊ぶ場所に向かったんですよね。だから、天狗ともね、さすがにここまで寒いと、まあ、長袖も着てきてるだろうなと思いつつ、待ち合わせ場所に行ったら、こう、まあね、みんなね、大人の人とかいっぱいいるじゃないですか。半袖着てる人なんて誰もいないんですよ。ああ、よかった。半袖なんか着てきたらもう場違いでもう季節感ないやつだと思われてしまうと思いつつね、こう、待ち合わせ場所に向かって、でね、そしたらやっぱ半袖のやつが一人いたんですよね。はい、テンゴットでしたね、それが。なんで、え、お前寒くないのって思いつつ、って裏切りじゃねってなりつつね、話したんですけど、まあでも夜ね、結局寒くなってて、一人辛そうにしてましたね。だよねと思いつつ、まあまあまあ、なんかね、でもめっちゃ寒いわけでもまだないじゃないですか。でめっちゃ暑いわけでもない、暑くはない。まあ、ちょっとあったかいこともないこともないけど、やっぱめっちゃ寒いわけではないので、むずいんですよね。やっぱ半袖でもいけないこともないっていう気合でね。なんですけど、やっぱ長袖、まあ、着とけば安杯なんですけど、長袖着とるとちょっと暑くてね、途中で服脱いじゃうみたいなこともね、あるんで、ちょっとね、もうちょっとね、涼しくなるというか寒くなっちゃえばね、まあったかい格好すればいいだけなんでね。まあ、楽なんですけど、ちょっと困りますね、この微妙な感じね。半袖で行くのか、長袖で行くのかっていうところはちょっと辛いんですけども、よいしょ。ゴボリマジアチャのデッキは存在しないですね、僕が知ってる中で。なんでわかんないですけど。まあこれギャングでいいかな。
ウッドコウモリとかで守りたかったんですけど、え？同じじゃん。たまたま。これ雪玉来たらナエル。結構やばい。ってことでミニペ出しまーす。いていていてて、え？なんで、あの、浪服対決勝とうとしてんの、この人。で、これ、ゴボリで受けんのかな？ゴボリで受けたら逆サイ浪服飛ばしたいね。これ壊れるんで、あー。壊れるけど、一発殴るか。飛ばして、施設ないから、あー、なるほどね。これ削っていきます。多分あの、ダメアド結構取られてて、取り返すのきついと思うので、この辺で削っていきます。で、相手、雪玉だったので、あの、ギャングを、攻めで使わんじ、あの、使ってもいいんですけど、守りでね、使っていきたいですね。コウモリ防衛使うと雪玉で処理されて終わっちゃうんで、よいしょ。で、ここをちょっとね、無視したかったんですけど、やっぱ痛いんでね、しっかり防衛していきます。よいしょ。これ右側、とか左は折れるんで、ここの右側のギャングのダメージはすごい美味しいですね。はい。で、まあ、また相手ゴボリマジア、じゃあロイホグ。あ、メガナイトか。あー、なるほどね。ってことは、相手スペルないわ。雪玉だけなんで、まあ、僕の記憶上あったわ。このデッキ知ってるわ。知ってましたわ。ってことで、これファイボー防衛します。てか、ワンチャンマジアチャレ射抜けそうだけど、まあね、確実にファイボーで防衛していきます。逆サイロフグコウモリとかワンチャンありますけど、相手受けから来ますね。ってことは、まあ、ここをウッド打っちゃって、ダックプリの盾剥がして、ミニペで殴りたい。オッケー。で、これ、ね、相手あの、雪玉だけなんで、僕のね、あの、記憶が正しければ、このマジアチがやっぱうざいんですよね。なんで、永遠に、あの、相手がメガナイト出してくるまで、しっかりね、あの、相手がメガナイトを出してくるまで、マジアチを後ろから裂いて待ちますね。で、今、メガナイト相手が出した後なんで、ここを攻める感じですね。これ、ワンチャン5打ちたいんですけど、左折れないパターンがあるんで、一回待って、確実にね、落としていくと、よいしょ。あの、メガナイトに対してなんですけど、ロイホグを飛ばしちゃうと、結局踏まれてカウンター受けるだけで辛いんですよ。なんで、じゃあ、メガナイトが、あの、いない状況だったらいいっていうことで、まあ、メガナイトがね、相手出してくるまで待ちますね。永遠待ちます。相手がメガナイトを、まあ、いつか出してくれるんですよ。その、僕がロイホグを飛ばさなければ、アイコレとかギャング、まあ、ミニペで、こうね、勝手にこう裂いていくと、相手はミニペッカだったり、まあ、ギャングとかにね、進んでくれるんで、まあ、逆に、メガナイトを出させるように、アイゴレミニペだったり、そういうマジアチをちょっと延命して、アイゴレマジアチの形を作って、そこにね、踏ませたりっていう。で、それを、しっかり回収して、カウンターでロイフグ飛ばすっていう感じでね。あの、メガナイトに対してはね、ロイフグ飛ばさずに、あの、イモイモしとけば大丈夫ですね。さあ、ラストはこれ勝って12勝で終わらせたいと思います。ジャットですね。ジャット。さあ、で、まあ、初っ端ロイフグはね、ちょっと、僕はあんま飛ばさないタイプですね。アイゴレとかやっぱウッドとか、コウモリギャングのニコス系で様子を見ていきたい。まあ何も出してこないんで、一回アイゴレで、はい、ゆっくりね、ゆっくり。回転早いんで、焦ることないですね。いや、ペッカ来ましたよ、これ。ペッカだったらもうね、勝ちですね。ペッカにはね、基本的に相性いいですね。なんか、ロイフグ飛ばしとくだけで、相手がやっぱ辛いっていうのがありますね。で、今ゴースト咲いた後なんで、すっごいチャンス。これ5打っちゃって。いや、ロイフ飛ばさなくてもよかったかな。でもエレキしかないから、まあ、どっちかにエレキで、と思ったけど、ザップかな？ザップか、いい防衛ですね。ここのダメージを、ペッカーと、あとはザップだけで許容することによって、相手はここで、ね、しっかり形を作っていくと。まあ、でも、トリトン加工されたことによって、ペッカーの後ろにトリトンないと思うんで、このアイゴリユーとかね、できるっていうのがね、やっぱ、このペッカーに対しての強みだと思いますね。で、ここね、マジアチャポイズン打たれてるんですけど、結局、ペッカを溶かすのに活躍してるんだよね。こう、ユニットに仕事を与えるのがね、大事って僕結構コタに前言ってたんですけど、よいしょ。あ、これ5打っちゃおう。さすがにね、痛い痛い痛い。オッケー。なんで、処理されてもいいんですけど、ユニットがね、しっかり活躍できるかどうかが大事だと思うんですね。仕事をちゃんとできるかどうかっていう。ガゴムレとかも、ヤナメとかにワンパンされるじゃないですか。なんですけど、その、ヤナメ撃たれるまでに、相手のユニットにどれだけダメージ与えれるかとか、ユニット処理別にできたら、処理されてもいいじゃないですか。なんで、しっかりね、そのユニットが働けるかどうかというか、仕事量にっていうかね、その仕事をちゃんと与えれてあげれればいいんじゃないかなと思いますね。ちゃんと働かせれたらね、ギャングケツから出してウッド撃たれただけとかだったら、もう意味ないじゃないですか。
なんですけど、ペッカに対してギャングで真ん中つってウッド打たれたら、あ、まあでも活躍してるよねってなるんで、よいしょ、これ相手のこの誘導ちょっと上手いですね。これ5ちゃちゃっと打ちたい。よいしょ、これちょっとやばいかもですね。両サイド来てますね。ここアイゴレ釣りたいけど、まあペッカも溶けてるんで、ここでアイゴレ使っちゃっても大丈夫そうですね。あ、お疲れ様です。いや、みかんさんですね。今、ジャック君っぽいけど。じゃ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 っす。いや、みかんさんですね。はい。これ、もう勝ったら12勝ですね。これ一回釣って、ここで逆サイ攻めて、外因してからでいいですね。まあ、外因ぐらいなら許容して。よいしょ。で、ペッカは、やりこぶの方に行ってくれてて、まあ、ここはいいや。これワンチャン楽して、ファイボで防衛します。よいしょ。まあ、アイコレと小物で防衛できましたけど、まあまた800なんでね、焦らずにしっかり防衛して、ロイフグ飛ばせば確実に、イエス、確実にね、ダメージ通るんで、これまあロイフグ飛ばして、マジアチャでね、射抜けそうだったら射抜きますけど、まあシャシャらず行きたいですね。エレキが降ってくるかな。相手めっちゃニットル防衛してきますけど、でも一ライン防衛だけど、ね、そう。これだけで結局、右に工場とか来ますね、うん。やりますね、ミガンさん。さすがですね。まあまあ、まあでも、この工場も結局、これザップ打ってくれたら美味しいですし、このミニペッカもね、相手防衛しないといけないので。ああ、いい分かってないで。これでもちょっとやばいか。まあでも、これアイゴレで釣れるんでね、ペッカ、トリトン下方によって、ペッカの後ろのトリトンが絶対っていうぐらいないのがありがたいですね。確かに。そう、アイゴレ誘導ほぼ確でできる。これ守れば、あと、もうロイフ飛ばして、ね、勝ちましたね。で、もうゴースト咲いてるんで、ギャング追加がね、エレキザップぐらいかな。あ、それはもう、お疲れ様でした。ゲーミングですね。ありがとうございます。まあ相性っすね。イエス。そう、ペッカ増えてますよね。ペッカいるね。トリトン下方でなんかマジアチャとか使いやすくなったし、ね、確かにマジアチャ使いやすいし、ペッカも引っ張られにくい。そう、間違いないですね。なんでペッカはね、ミカさんとかコタとかライキさん、うちのチームペッカ多いんですけど、うん、僕はマジアチャでね、ボコボコにしていきたいと思いますね。はい、というところで終わりますね。なんかあります？いや、もうちゃちゃ入れに来ただけだから、ちゃ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 って気に入ってますね。ちょっと僕もそれ今度から使いますね。というところで、まあ概要欄にね、みかんさんめっちゃ動画上げてますね。昨日2本上げてましたよね。昨日2本で、ね、おシーズン中上げようかなと思ってて、いや素晴らしい。なんか上げプラスみんなのにちゃちゃ入れしようかなと思って、あ、素晴らしいですね。なんでみかんさんチャンネルも貼っておくんでね、昨日の動画とかもね、ぜひみんなチェックしてみてください。ではこんな感じでね、終わりたいと思います。よければ皆さんこちらのデッキね、はい、使ってみてください。では、はい、お疲れ様でした。